はい、こんにちはレトスノーノです3月20日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます宅検の勉強は7ヶ月、資格は一生。宅検の勉強は正直しんどいです毎日コツコツ勉強しないと合格できないしわからない問題が出てきたら都度調べないといけない でもその辛い状況っていうのは、まあ、今からであれば7か月間だけなんですよねそしてこの辛い状況を乗り切って合格したら取引士の資格はもう一生もんです就職や転職にも有利になりますし資格手当で毎月2万円給料が上乗せになる会社というのもありますとりあえず合格すれば得することも多くなりますのでそれをモチベーションに頑張っていくのもいいでしょうそして個別指導は今日の夜中の24時になると値上げとなってしまいます 丸暗きではなかなか卓球に合格するのは難しいです。実力がついていないな、理解できていないなっていう方はぜひ個別指導をご検討ください。今から理解学習を実践できれば今年の試験には十分間に合います。ぜひご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っときますのでそちらからご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。委任による代理人は 本人の承諾を得たとき、またはやむを得ない理由があるときでなければ、副代理人を選任することができない。ルかツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、丸ですね。委任による代理っていうのは、任意代理のことを指すんですね。で、代理には、法定代理と任意代理の二つがあるんです。 で今回は任意代理の問題ですで。任意代理では本人の承諾があった場合、やむを得ない事情があるときのみ、副代理人を選任することができるんですね。でこれっていうのは覚えるよりも、イメージがすごく大事です。これは法廷代理と任意代理、この2つの違いについてもイメージが重要ですしまた、なんでこの場合のみ副代理人を選任できるか、これもイメージが必要なんですよね。 でこの点については個別指導の受講者様には別途動画がありますので受講者専用のメルマガの方から動画ご確認いただければと思いますで続いて「えー、宅研業者は取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった時供託所から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない」「丸か×か」という問題です これ答えはですね、えー、教託所からっていうのがこれ誤りです正しくは免許権者ですね還、えー、付請求により営業保証金の額が不足しちゃったよとそうすると不足額について納付してくださいって通知が来るんですけどもこれは免許権者から来るんですよ今回の問題は教託所から通知書が来てるんですねだからこの点が誤りなんですね で、その他の部分は正しいです。通知を受けた日から2週間以内に教託しなければならない。この部分は正しいと。で、今回の問題について、解説を見て、あ、そうだったなと。わ、まあ、かると。でも、間違えちゃったっていう方です。この方が一番注意しなければいけなくて、実は、今回そのように間違えちゃった、つまりはボンミスですよね。ボンミスで間違えた人っていうのは、日頃の勉強で理解学習ができてない人なんですね。 多くの方が理解学習を間違っていうのはこの解説を理解するだけじゃなくてそもそものこの問題文が理解できていないとどんだけ法律ルールを覚えたとしても凡ミスとかして間違えちゃうんですよだから問題文を理解するってところがすごく重要なんですねだ問題文を理解できていないから引っ掛け問題に引っかかっちゃうんですよ これを分かっていいる人が非常に少ないんですね理解学習の認識を誤ってるんですよ。だから多くの方が理解学習できているつもりになっていて実際は理解学習ができていなかったって話なんです。重要なのはこっちなんですよ。こっちじゃないんですよ。多くの方がこの解説が重要だと思ってるんですけども実は違うんです。こっちが重要なんですよ。問題文が。こっちの理解をちゃんとするってことがもう大前提なんですね。 なので、個別指導ではそういった部分も含めて解説をしているって話なんです。まあ、これでおそらくですね、これ間違った方は、やっと理解学習ってそういうもんなんだって分かっていただけたと思います。なので、これからはちゃんと問題文を理解するって方に焦点を当てて、ぜひですね、勉強を進めてください。で、問題文の理解の仕方についてやり方が分からないっていう方は、ぜひですね、個別指導ご検討ください。個別指導では問題文の理解の仕方までお伝えしておりますので、本当の意味で理解学習がしたいという方は、ぜひ一緒に勉強しましょう。 個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認ください。で、あともう一つですね。この動画について別途、あのー、基本的な無料動画ございますのでそちらも参考にしてみてください。この動画の下の概要欄に URL 貼っておきます。またお知らせボタンの方ですね。右上にお知らせボタン出しておきますのでそちらからもご確認いただけます。で、問い3ですね。福音4メートル以上の道は 特定行政庁の指定がない限り建築基準法上の道路とはならない。丸かばつかという問題です。え答えはバツですね。福音4メートル以上の道っていうのは特定行政庁の指定がなくても建築基準法上の道路ですえ。特定行政庁の指定がないと建築基準法上の道路にならないのは4メー,ター未満の道路なんですね。今回の問題は4メー,ター以上の道なので4メー,ター以上の道は 特定行政庁の指定がなくても、建築基準法上の道路になるから罰だということです。で、4メーター未満のえ道については、特定行政庁の指定があって初めて建築基準法上の道路になりますので、この点注意していただければと思います。で、この問題は初めて、えー、解く方っていうのは、ちょっとややこしいんで、ちょっと何回か動画を見ていただきながら、またテキストとかを見ながらですね、ご確認いただければと思います。 そしてはじめにもお伝えをした通り個別指導は今日の夜中の24時になると値上げとなります丸暗記ではなかなか達見に合格するのは難しいので今現状で実力がついていないな理解できていないなっていう方はぜひ個別指導をご検討ください今から理解学習を実践できれば今年十分合格していただけます今年絶対合格したいっていう方はぜひ個別指導をご検討くださいあなたの事故をお待ちしておりますレトスの小野でした